テジャス。テジャス、テイハスは、アメリカなどの技術協力を受け開発されているインドの国産戦闘機である。なお、テジャスとはサンスクリットで、火を意味し、光り輝くとの意味も備える。LCA、ライトコンバットエアクラフト、軽戦闘機の名称も知られている。1980年代から開発を開始しており、2001年に初飛行を達成。 旧式のミグ -21 の代替を予定している。かつて1998年の核実験に対する、米国の経済制裁を受けたことや、技術不足などの要因が重なり害が難航してきたが、2015年に最初の機体が軍に引き渡された。インド空軍はミグ -21 の後継として、当初200機前後の LCA を調達する予定であったが、 スケジュールは大幅に遅延しており、最終的な調達数は不明である。最初の飛行隊のは2016年7月1日に2機の MK1 をバンガロールにて受領した。胴体の編成完結後は南部のタミル・ナード州に配備されるとの見方が出ている。インドは1960年代に HF-24 マリュートを開発して、以降国産ジェット戦闘機の開発をしてこなかったが、1985年に当時のインド首相、ラジーブ・ガンディによりアメリカと協力して新型の戦闘機を発することが発表された。インド海軍向けの艦上機型の開発も行われている。開発参加企業、組織にはインドの HAL、ヒンドスタンエリノーティックス・リミテッド、 ヒンドースタンエアロノーティックス、インド航空開発庁、エリノーティコルデベロップメントエージェンシー、ADA、国防研究開発機構をはじめとし、さらに米国のロッキード・マーティン、ゼネラル・エレクトリック、フランスのスネクマなどが加わっている。もともと1993年の初飛行を目指して開発されていたが、当初56億ルピーと予定していた、 開発費が250億ルピーにまで増大した上に、計画がかなり遅延したことからミグ -21 ビスの近代化に213億5000ルピーを使わざるを得なくなってしまった。さらに1998年の核実験の制裁としてアメリカが LCA の開発から撤退し、アメリカから導入予定だった。 機体制御システムや各種主要コンポーネントの輸入が停止され、LCA に搭載するための国産カベリエンジンの技術支援に来ていた GE の社員も帰国してしまったことで、さらなる計画の遅延、変更を余儀なくされる。前述の国防研究開発機構の一部の関係筋によれば、核実験さえなければ、初飛行は1998年12月に、 成功していただろうとも言われていたが、結局初飛行に成功したのは2001年であった。海軍型は、空母、ビクラマーディティア及びビクラントに搭載するため開発中である。着艦のためのコックピットの視界確保、着艦時の揚力向上、機体構造の強化の研究開発が進められている。重量については現在は、飛行開であるが、艦載機に適した。 機体構造強化のため機体重量が予定より大幅に増加したものの、今後より軽量化と空軍仕様との部品供用する予定としている。当初、初飛行は2008年を予定していたが、予定より3年以上遅れ、2011年9月26日に地上運転試験開始が行われた。地上運転試験は海軍型1号機 NP-1 で行われ、飛行制御。 油圧、燃料、電気、電子工学などのシステムが正常に動作するかの確認作業が実施された。主翼は無尾翼のクライクドデルタ翼を採用している。性的不安定を有した機体であり、良いのフライバイ、ワイヤーによって制御されているが、機体の制御用ソフトウェアの開発に一時期手間どいたようである。また、コックピットはグラスコックピット化されており、 従来の機械式のものより多くの情報をパイロットに提供可能である。暗視ゴングル対応証明を装備され、ホータス概念が導入されている。全長13メートル台前半、ウィングスパン8メートル台前半に収められたコンパクトさに加えて機体全体の40%以上に先進複合材を使用してを重量の軽減を図っている。 最高速度は資料によっては、マッハ1.7、もしくは、マッハ1.8と予想されているが、アフターバーナーなしで、マッハ1以上の速力を発揮する、スーパークルーズは不可能と見られている。2000からに、5 0 0万ドルの安価な戦闘機とすることを目標としているが、その価格を実現できるかは危ぶまれている。LCA は、複数のエンジンを選択している。試作機には、 f 四百四回2 j 三エンジン、初期量産型四十機の m k 一には f 四百四 g e 二0を搭載しており、m k 二には f 四百四シリーズの改良、発展型にあたる回百十四 GE i n s 六エンジンが搭載される予定であった。当初は国産のジェッター g t x 三十五 v s カベリエンジンが完成し次第、搭載エンジンを変更し、 純インド製戦闘機とする方針となっていたが、開発の度重なる延滞から計画は中止された。各機完成レーダーとしては、当初は電子レーダー開発局と HAL ハイデラバードが共同で開発する MMR が搭載される計画であった。しかし開発遅延に伴い、現在ではイスラエルエアロスペースインダストリーズ社の L、 M-2032 が搭載されている。これは海軍のシーファリアー FRS-51 にも搭載された空対空、空対地、空対艦モードを持つ X バンドのパルスドップラーレーダーであり、複数の目標を追跡、操作中の追跡、地上マッピングなどの機能を有し、ルックダウン、シュートダウン能力も有するとされている。LCA は固定武装として、 GSH-23 機関砲を搭載する。主翼に3つずつ、さらに胴体下に1つ、左空気取り入れ口とランク下の合計8つの機械、ハードポイントを持ち、最大で 4000kg、8800ポンドの装、お及び増装、または電子線ポッタを搭載可能である。2007年10月27日に R-73 の発射試験に成功しており、 これに加えて、国産の BVR ミサイルアストラを搭載する予定である。この他にも空対空、空対地、空対艦の各種ミサイル、ロケット弾、ポット、電子戦ポットの搭載が予定されている。現在、2機の技術デモンストレーター機と空軍型5機海軍型2機のプロトタイプが完成している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。